フランチェスコ老ジはイタリアの映画監督、脚本家である。1922年、ナポリに生まれる。法律を学んだが、映画監督を志し、1948年頃からルキノビスコンティの下に助手として弟子入りし、1950年代前半にかけて助監督を務める。カモンラのボスのエピソードに基づいた1958年の挑戦で知られるようになる。 戦後の崩壊したイタリアを扱った1962年のシシリーの黒い霧で第12回ベルリン国際映画祭銀マ賞を受賞。翌年1963年の都会を動かす手でベネツィア国際映画祭金死死賞を受賞。1972年の黒い砂漠でカンヌ国際映画祭パルムドール受賞により世界三大映画祭のすべてで受賞を成し遂げた。 さらに1979年のエボリでモスクワ国際映画最近賞を受賞した。ネオレアリズムの社会派ドキュメンタリーの手法を取り入れ、ピエル・パオロ・パゾリーニやタビアーニ兄弟、バレリオ・ズルリーニやエット・オレス・コララと共に、1960年代から1970年代のイタリア映画のポストネオレアリズムを代表する存在となる。 初中期の作品には強い政治的主張が見られるが、演熟期にはより文学的な表現に近づいていった。2008年の第58回ベルリン国際映画祭では、彼の功績を称いて13作品が特別上映され、金熊名誉賞が授与された。2012年には第69回ベネツィア国際映画祭で、栄誉金失賞が授与された。 2015年1月10日、ローマで死去。92歳を打つ。帰還支援のため数週間前から寝たきりだったと伝えられている。ありがとうございます。